お送りしております。 OK コージーアップ、あなたと一緒にニュースを考えてまいります。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ85ドル68セント安い32,726ドル82セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 52.42 ポイント上がって 12,720.58 でした。一方円相場は1ドル133円ちょうど付近で取引されております。アメリカは FRB の9月以降の利上げペースを探る上で、5日発表の7月のアメリカの雇用統計に注目が集まっているということで、まだそれが発表されていなかったこの4日の取引は様子見ムードであったということのようであります。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。中国が弾道ミサイル発射、日本の EEZ に5発落下。アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問に反発する中国の習近平政権は、予告通り日本時間の昨日午後1時から台湾を取り囲む6つの6カ所の海空域で軍事演習を開始しました。日本政府によりますと、中国軍が発射した弾道ミサイルのうち5発が日本の排他的経済水域 EEZ に落下したということです。中国の弾道ミサイルが日本の EEZ に着弾したのは初めてとみられております。こうした事態が96年の第三次台湾海峡危機以来ではないかということも言われておりますが、さあ神保さん、まず全体のこの流れとして、ペロシ氏の台湾訪問どうご覧になってますか？私自身台湾海峡危機に対しては強い問題意識を持っているし、はい、米軍とそして日本の自衛隊、日米同盟を含めてこの危機にどう向かい合うかということについて、はい、しっかりと体制を整備しなければいけないという立場ではあるんですけれども、今回の、ペロシ下院議長の訪問は、やはり非常にこう突発的な事案が中国軍の演習を誘発してしまったという意味においては、はい、あまりこうよろしくない展開だというふうに思っているんですね。で、それはどういう意味かというと、これは中国の主張のめとか、はい、中国に配慮しようとかそういうことを言ってるのではなくて、ペロシ氏のこの台湾訪問に一体アメリカのどんな戦略が込められているのかっていうことが見えないことが問題だというふうに思うんですよね。で、それは例えばバイデン大統領とかホワイトハウスとか米軍が緊密な連携を保ちながらアメリカと台湾との関係を一歩踏み出すということがもともと意図されていたんだったら、これはもうやるべきだというふうに思うんですよね。もう準備を整えてさあ行くぞという感じなんですけれども、はい、でも今回はいろんなもうニューヨークタイムズでもブルームバーグでも言われてる通り、報じられてますね。バイデン政権幹部が軒並みペロシ訪問を止めようとしたということなんですね。やってくれるなと、はい、それでも強行をしたということで、で当然大統領の権力継承者のナンバー2ですから、副大統領ですね。でこれは米軍はもう万が一のことがあってはいけないということで防護せざるを得ないということで、しぶしぶこう防護するわけですよね。でそればかりか今回は中国軍のこう大規模演習を誘発してしまって、これ96年よりはるかに大きな規模で、はい、しかも台湾のこの東側でも実施を、してしまうと。でこれはだから偶発的な衝突が起こるかもしれないから危険だみたいなこともさることながら、はい、何よりも中国軍にこのような大規模演習の口実を与えてしまい、それによって我々は、中国軍はですね、アメリカ軍の介入を阻止できるんだというデモンストレーションをやらせてしまったということが結構大きいんですよ。でこれデモンストレーションやるんだったら、はい、アメリカ軍はそれをさらに突破できると、当然中国軍がそのような能力を見せつけたとしても、アメリカ軍は当然そこに介入できる能力があるんですというカウンターデモンストレーションを示すような行動を、準備を
しながらですね、やっていかなきゃいけないんですけれども、はい、今回はその突発的な現象であるがゆえに、そこまでの体制を整えて中国軍の演習に向かい合うということが多分できてないんだと思うんですよね。でこれは米軍にとっても国防省にとっても、これ戦略的シグナリングって言いますけれども、はい、中国軍がいくらそのような体制を取ったとしても我々の台湾に対するコミットメントは変わらないってことを示す、こういうやり取りがプロの世界では非常に大事だということなんですけれども、その体制が整わないままにやってくれたなっていう感じをアメリカ側がむしろ思ってるっていうことだと私は思うんですよね。なるほど。確かにこのペロシ氏の乗った専用機がどうやって動くのかっていうのは世界中がこう注目していて、例のフライトレーダー24っていうサイトを、100万人規模で見たっていう、もうサイトがダウンするんじゃないかぐらいに、で、あの功績を見ると直接南シナ海を渡っていく形ではなくって、当然クアラルンプールから台湾に行くんだったらそれが一番近いし合理的なんだけど、ちょうどこの南シナ海のヘリを沿うような形で、一旦東に行ってフィリピン海まで出て、そこから北上したって、これってそれこそ中国が言っている第一列島線のヘリを回るような形で、あ、ここが何か勢力の均衡点なのかみたいなものが目に見えちゃった形ですよね。まあ、安全を最大限に取った、はい、ということだと思うんですけれども、仮に南シナ海から台湾に入るルートを通った場合に想定されるのは、まあ、中国軍機が、はい、スクランブルをしてぴったりとくっつくという下院議長の飛行機に中国軍機がぴったりくっつくという、これはアメリカにとっては、まあ、いわゆるその、承服し得ないような状態をもたらし、まあ、場合によってはかつて2001年でしたか、はい、海南島の沖で EP3 事件っていうのが起きて、まあ、まさに愛国心に駆られたパイロットが、中国人民解放軍の空、そうそう、アメリカ軍の、まあ、航空機にぶつかるという、こういうことがあったんですけど、はい、もしこんな事故が起きたら、もう大変なエスカレーションが起きてしまうということをもって、多分、まあ、安全策を取った。でもこれも、中国側にその示したメッセージは、もう南シナ海の上空をそういうミッションでは飛べないんですねってことを言うことにもつながるわけですよね。そうすると海上航空優勢の考え方というものを見て、アメリカ軍はやっぱりこう苦々しい思いで今回のことを見ていると思いますね、はい、もうことがこうなった以上は、あとはこれをこうどう今度は、メッセージを出していくかであるとか、その行動についてというところでいくと、ペロシ下院議長は昨日の夜日本に到着しておりまして、まあ岸田総理とも今日面会の予定となっております。まあ日本として、あるいは日米同盟として、どういった今度はシグナルを出すべきですか。はい、アメリカは当然行政府、とアメリカ議会、はい、司法と三権が分立している中で、まあ、ペロシ下院議長は当然大統領の継承順位としては2番目に位置づけられているものの、現在の職務執行というのはアメリカ議会の下院を代表する立場にあるということですね。で、そのアメリカ議会は、民主党共和党超党派で、はい、今台湾の防衛と台湾の支援ということに関しては、まあ、非常に強力なメッセージを、まあ、示していると。でこれ自体はじゃあアメリカの台湾防衛のコミットについてプラスかと言われればそれはプラスなんですよね。つまり大統領が台湾を防衛するかどうかっていうのは1979年の台湾関係法に基づいて、武器の供与はするけれども、実際に介入するかどうかっていうのは曖昧である。でそれは時の大統領がアメリカの国内法にの根拠に決めるっていうふうになってるわけですけれども、はい、それを支持するアメリカ議会というのは今台湾の防衛に非常に強いコミットを示している。これは台湾をどういうふうにこの、抑止構造を保っていくかということにとっては、それはプラスだと思うんですね。で、こうなった以上、日本はそのペロシさんがそのアジアを訪問し、そして日本をその訪れたということが、はい、これは日米同盟にとって非常に強力なバックアップを得たという位置づけをするというのが、これが上策だと思いますね。まあ、ね、先ほど、新庄アナウンサーが読んだニュースの中でもありましたが、韓国は出迎えもよこさないし、休暇だって言って大統領は電話でしか会談をしないと。で、まあ、日本の場合はきちっと総理は対面で会う予定であるということでもあるし、昨日の夜は、外務副大臣が出迎えにも行ったというようなニュースもありました。まあ、この辺の対応の違いっていうのは、まあ、日本としては当然日米同盟は、こうかなり重視しなければいけないしという温度差みたいなものはありますかね。韓国はちぐはぐな印象を与えて、いかに今回の
ペロシの訪韓が、突然決まったものであるということを印象付けたと思うんですね。で本来であれば、うん、下院議長が韓国を行くわけですから、丁重にお迎えして、そして米韓関係、米韓同盟を再確認する場としてアメリカ議会に対してメッセージを出す格好の機会だったわけですけれども、その準備ができなかったと。でしかも韓国はおそらく中国から強いプレッシャーを受けていて、再び例えばサードというその、ミサイル防衛の配備について韓国でこう見直し論が起きそうな状況について早くも釘を刺してるわけですよね。でサードの時っていうのは、韓国は中国側からもう徹底的な経済制裁を受けましたから、そのような形で韓国内政を揺るがす力を中国は十分に持っていると。でこんなことで中国と韓国の関係をこれをきっかけに壊すということについて非常に慎重だったんじゃないかっていうのが、今回の韓国の対応ということになると思いますね。で日本についてなんですが、EEZ に、ミサイル5発が撃ち込まれたというのがあった。でこれに対して、岸防衛大臣は昨日の段階で記者団に対して発表し、そして、声明も出しているんですが、ここへ来て、今度総理がペロシさんと会うと、当然メディアの前に姿を見せると。ここだとか、あるいは官房長官は定例で会見を1日2回やりますよね。これメッセージの出し方としてはどうしていったらいいと考えますか？もうこれはそうなった以上やることが一番いいと思うんですね。で中国軍が今回東側で、台湾の東側で演習をして、もう与那国のすぐそばですから、まさにこう季節して台湾有事は日本有事であるという、亡くなられた安倍総理が、言われていた言葉が実際そうじゃないかっていうふうに示すことになったんだと思うんですね。でこのような事態になった以上、日本は中国に対して厳しく、このような演習に対する抗議をするべきだし、その中で日米同盟の結束を示すということは大事なので、下院議長と一緒にそのメッセージを出すということは、これは必要なことだというふうに思いますね。何かこの、EZ が演習区域になった時も、最初はただ懸念を示すというだけで、この日中の外相会談を前にしてかなり抑制的だったのかなというふうにも思ったんですが、他方で日中国交正常化50周年という年の中で、日中関係、当然その前半は同盟の強化があって、岸田バイデン日米首脳会談でこう台湾を意識して同盟を強化するという方向性が示されたんだけれども、他方で対中外交も大事ですよというバランスの中で、この今年の後半を迎えようとしていたんだと思うんですけれども、やはりこういう事態が生じると、機敏な判断としてですね、やはりこの中国との競争路線というのに日本が妥協しない姿勢を示すというのは非常に重要だというふうに思います。おそらくこの対中外交 の、日程とか何を狙いにするかっていうのは相当スケジュールが崩されたというふうには思います。このね、日本じゃどう守るというあたりは後ほどキーワードのゾーンで、概算要求の話であるとかでも出てくると思います。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さんです。まず気象に関する情報です。前線の影響で東日本を中心に明日にかけて所により大雨となる恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒が必要としています。気象庁によりますと、東日本から西日本へ伸びている前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むほか、本州の上空に氷点下30度以下の強い寒気が流れ込むため、西日本から東日本では明日にかけ大気の状態が非常に不安定となる見込みです。この影響で東日本を中心に明日にかけて雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるところがあるとみられます。北陸地方ではすでに雷を伴って激しい雨の降っているところがあります。またこれまでの大雨により北陸地方や東北地方では土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります。すでに福井県の敦賀市、それから南越前町に土砂災害警戒情報が、また石川県加賀市にも土砂災害警戒情報が出されています。お住まいの市区町村の出す情報などにも十分ご注意ください。
明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで北陸で120ミリ、東海で100ミリ、関東甲信で80ミリとなっております。気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。駐日ロシア大使が広島の原爆慰霊碑に献花、ウクライナでの核兵器の使用を否定。明日8月6日、広島は原爆の日を迎えますが、これを前にして、ロシアのガルージン駐日大使が昨日午前、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花しました。ウクライナ侵略で核兵器の使用をほのめかし、ニューヨークで開催中の核拡散防止条約 NPT 再検討会議でも批判が相次ぐ中での訪問でした。ガルージン氏はアメリカが行った原爆投下の犠牲者の方々を追悼するために来たと話し、ウクライナでの特別軍事作戦でロシアが核兵器を使うことはありえないと強調しております。平和記念式典に招待されていないということがあり、まあ、前日にというところでしたけれども、まあ、まさに今一番核を使う可能性が高い国ではないかというところでしょうね。そうですね。ロシアはウクライナ侵攻の数日後に、はい、プーチン大統領が、ロシアの戦略核部隊を特別警戒態勢に上げると言って、うん、はい、あからさまな核の脅しを、NATO 側にかけていたと。でさらにロシアの軍事ドクトリンでは、はい、まあ、核兵器を、この紛争のエスカレーション、徐々にこう緊張が高まっていく、うん、中期段階っていうんですかね。で、核兵器をまさにデモンストレーション的に使うことによって、はい、このままその紛争規模が拡大すれば、ロシアは核を使う準備があるんだぞということを、もう核を使いながら示していって、相手の介入を阻止するみたいな考えもあると。はい、まあ、その意味で言うと、ロシアは、おそらく今核兵器保有国の中で最も核兵器を使いやすい国になってるんだというふうには思うんですね。でその中で言うとロシアのこの複雑なメッセージ、つまり核兵器を使う準備があるとかですね、はい、その世界の終わりに導くつもりかという脅しが一方にあって、他方でその NPT の今現在ニューヨークで再検討会議やってますけれども、はい、ロシア側の発言っていうのは比較的今慎重な方向に触れているんだと。でそれは非常に不思議な現象なんですけれども、ウクライナで戦争が起きているにもかかわらず、バイデン大統領側も実はそのロシア政府側もですね、はい、2026年に延長しなければならない新スタート条約の見直し、もうほとんどこれ交渉自体が成り立たないんじゃないかと私は思ってたんですけれども、はい、まんざらでもない雰囲気ですね、というのが今アメリカロシア政府の間に出てきていると、まあ、それだけ核というものが重い問題なんだってことを再認識する数ヶ月だったんじゃないかっていう気がしますよね。ロシアのその核戦略でそのデモンストレーション的に使うというところ、なんか人がいないところだとか会場にまず核兵器を打ち込んで実際にこう炸裂をさせて、こんなことが市街地で起こったらどうすんだお前らって言って脅しをかけるという形の、はい、でそこをずっと研究してきたらしいですよね、ロシアという国は。ロシアにとってこの数十年間っていうのはかつてのような通常戦力での西側に対する優位性というものがもはや担保できないと。ソ連時代のような。そうですね。で今は通常戦力とかハイテク兵器とか、まあ、どんどんアメリカと NATO が更新をし続けて、ロシアはその更新のペースにやっぱり通常戦という意味ではついていってないわけですよね。だから一つはこのハイブリッド戦略みたいなのを使って戦場のこのドメインっていうんですけれども、はい、領域を変えてしまってそこで戦うというやり方か、それか核兵器を比較的早期に使用することによって、そのオフセットっていうふうに言いますけれども、うん、その戦況というものを劇的に変えていくという効果を使うというのが、今の、ロシアの戦略的な考え方ですね。ね、ハイブリッド戦の話も出ましたけれども、それこそ偽の情報を流したりだとか、こういろんなこう戦場ではないところで、あるいは正規軍ではなさそうに見えるような、実力部隊を投入するとか、まあ、ある意味グレーなところを全部使うみたいなことをやりつつ、でそこのオプションの中に核も含めて
行く、そういう国が実は日本はほぼ目の前にあるというところで、うん、でこのロシアの戦略だとか やろうとしていることっていうのが、例えば北朝鮮や中国に対してもいろんな影響があるような気もするんですが、どうですか。まず北朝鮮については、はい、核兵器の有効性、効果というものを再認識するきっかけになったと思うんですね。で、北朝鮮は当然核兵器の開発を今でも続けているんですけれども、かつてであれば、アメリカの介入を阻止するための最終兵器、つまりこれ以上エスカレートしたら、アメリカに対して打ち込める能力、あるいは同盟国に対して打ち込める能力あるんだぞという形で介入阻止をしようという抑止戦略を取ろうとしてたと思うんですけれども、はい、ここ数年はですね、よりこの低出力の核兵器を戦争しながら使うっていう方向性も示してるんですよ。これいわゆる非戦略核のそのエスカレーション抑止のための利用っていうような見方なんですけれども、はい、いろんな形でこう北朝鮮もロシアの核戦略から学んでるっていうことだと思うんですよね。で、それが有効だということをアメリカに示せば、よりその北朝鮮も現在の状況を有利に展開できるかもしれないと。さらに中国は、はい、アメリカの国防省の年次報告書によれば、2030年代には戦略核を1000発まで増やすかもしれないということなので、核兵器をめぐる環境っていうのはこれから10年間ますます厳しい状況になると、うん、でその中で開かれている NPT という、うん、ことになるんだと思うんですね。でそうすると岸田総理は、はい、核軍縮を進めたいと、来年のその G7 広島サミットに向けてしっかりと動きを起こしていきたいということだと思うんですけれども、はい、この厳しい核の環境の中で、うん、一体どういうふうにそのそれぞれ異なる核兵器のレイヤー別の、問題というものに対応していくのか、このあたりが非常にこう日本政府にとっても岸田総理にとっても大変重要な考えどころだろうなと思いますね。それこそ先ほどね、新スタートの話が出ましたけど、その中距離の核ミサイルに関して言えば、中国はその枠組みの外にいるからガンガン作れるし実際持っていると、で、米ロは、それをこう持つことが、まあ、今できない状態にあると、ここの不均衡がどんどん広まっていって、しかも中距離の核ってことは日本には届くけどアメリカ本土には届かないじゃないかと、これ日米同盟にとっては本当に穴になるかもしれないって思わなきゃいけないでしょ。その通りです。抑止の会談って言いますけれども、はい、徐々にこの緊張が高まった時の会談の真ん中あたりがすっぽり抜けてるわけですよ。最終戦争になればそれは戦略核の打ち合いで、まあ、そんなこと起こってほしくないですけれども、はい、そこは均衡してるんですけれども、うん、その下にあるいわゆる戦域って言いますけれども、数千キロにわたるその中距離ミサイルのその射程範囲の中における抑止構造が今中国に一方的に有利な形になってるわけですね。で、これをどのような形で均衡させバランスを保っていくのかっていうのが非常に重要なんですけれども、はい、でも日米から見ると我々海の環境、空の環境ですから、はい、中国の陸の環境に比べると、まあ、戦略用語で言うと重心性に欠けるっていうふうに言うわけですね。つまり新しいアセットを導入するについてもどこに置いておくの、はい、どのように展開するのということで、やはりこう著しく不利な環境なわけです。でそれをどうやってそのさっき言った階段の真ん中の均衡を保っていくのかということを、いろんな手段で考えていかなきゃいけないというのが今の戦略論としての非常に重要な論点ですね。それっていうのは、まあ、核だけじゃなくて通常戦力も含めてってことですか。その通りです。まあ、ですからその当然このジョイントウォーファイティングコンセプトって言いますけれども、いわゆる統合作戦を通じて陸海空海兵隊のその統合化をどのような形で前線に持っていくのか、第一列島線の中でどうやって戦っていくのか、このあたりの議論を精緻化しないといけないと思います。おはようニュースネットワークでした。今朝は国際政治学者、慶応義塾大学教授、神保健さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。スタンドオフミサイル。スタンドオフミサイルとは、敵の対空ミサイルの射程外から攻撃できる射程の長いミサイルのことを言います。これを踏まえて次のニュースです。防衛力を抜本的に強化し、いわゆる反撃能力を含めた検討が進められる中、防衛省は来年度予算案の概算要求で、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルの早期の装備化や無人機の早期取得などを盛り込む方針です。
昨日の、ね、国防部会で、自民党の国防部会の中で、こんな話が出てきましたが、要求する額としては 5.5 兆円規模だというような数字も出てきております。これ規模的にどうですか？いや、思ったより積み上がらなかったなっていう印象があって、はい、というのはこれまでの議論は5年以内に、はい、GDP の 2% 規模ですから、まあ、10兆円超える規模の、はい、防衛費に持っていくとすると、まあ、単純に考えると年間1兆ずつ増やしていく、はい、ということになるわけですけれども、今は5兆規模ですからね。そうですね、大体ね、今回の概算要求ではそういう迫力は見えなかったと。でもちろん日本の予算システムでまだその事項要求っていうのがあって、はい、つまり遊びを残している部分の中でさらにこう積み上げることは可能だし、まあ、補正予算とか含めればさらにその規模が拡大する、その中で全体で増やしていくっていう考え方はあるんだというふうに思うんですね、はい。まあ、ただ当然これから3文書、国家安全保障戦略や防衛計画の大綱などというものを固めて、はい、それが固まらない段階で予算だけ走るっていうのも確かに難しいところがあるので、はい、ある程度どのような装備を調達するか、どのような予算を立てるかというところを見極めた上で、うん、さらに追加の要求をしていくっていうことになるんじゃないかと思いますね。でここでね、キーワードにも挙げましたスタンドオフミサイルと、まあ、射程の長いものっていうのが、まあ、かつてというかちょっと前まではその敵基地攻撃能力とかそういう名前で出てましたけれども、やっぱこれはその抑止ということを考えるときに通常兵器としては非常に重要になってくるわけです。そうですね、今の防衛省のスタンドオフミサイルの概念の立て方っていうのは、これ、はい、敵基地攻撃能力という言い方はしていなくて、脅威圏外からでも相手のその標的に対してその撃てる能力ということを意味しています。でこれ、作戦概念からするとどういう意味かというと、はい、今東シナ海とか見ていただくと海上航空優勢を日本の自衛隊が常に確保できるとは言えない厳しい状況になっているということなんです。で防衛白書を今年発刊されたものによると、はい、その中国の第4第5大戦闘機って今1270機あって、で日本の同じ世代の戦闘機っていうのは、まあ、319機であると。これ3月末時点ですけれども、そうするとその4倍近い規模の戦闘機を持ってるし、それは潜水艦についても、まあ、近代的駆逐艦フリゲートに関してもやっぱり今中国が有利になってるわけですよね。で当然その、この空海アセットじゃなくて対空ミサイルとか弾道ミサイルとかいろいろなその相手の攻撃能力の中で、はい、日本がどこまで戦えるのかっていうことが非常に重要で、その脅威の中で戦う能力を高めることも重要なんですけれども、脅威から一旦外側に出て、そこから長射程で打ち込めるということがさらに重要になってきていると、まあ、その中でのスタンドオフミサイルで、当然地対艦ミサイルという12式っていうのをまず開発延長、はい、射程延長でこう開発するんですけれども、まあ、それをファミリー化して、はい、艦艇からでも戦闘機からでも撃てるようにするということによって、さまざまなプラットフォームって言いますけれども、撃てる場所からその長射程で攻撃できる能力を、まあ、確保すると、特に対艦ミサイルですね、まあ、それが重要だっていうのはその通りだと思うんですけれども、はい、問題はその脅威圏外からの運用だけでいいんでしょうかっていうことは問題提起としてあって、よりその前進配備っていうんですけれども、その、はい、よりこう中国の例えば陸地まではいけないけれども、より遠くの海上で敵の艦艇を攻撃できるような形にすれば、それは中国軍が作戦遂行をする時の能力っていうのを、まあ、著しく阻害できる能力にもなりうるんじゃないかっていう、こう運用構想としてスタンドオフミサイルっていうのは、日本のその防衛力の考え方っていうのをさらに広げる可能性を持ってると思いますね。スタンドオフミサイル、今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が今日にも会談へ。トルコ大統領府の発表によりますと、エルドアン大統領は今日8月5日にロシア南部のソチを訪れ、プーチン大統領と会談する予定です。トルコと国連による仲介でロシアとウクライナが合意したウクライナ産穀物の海上輸送や、トルコがシリア北部で検討している軍事作戦などについて議論するとみられております。
両首脳は先月19日にイランで会談をしたばかりだそうですけれども、独特の動きしますね、トルコというところも。まあ、そうですね、今最大のこの両国で話し合うべき案件は、はい、この穀物の輸出をめぐる問題で、ウクライナ産の、小麦とか、はい、いろいろなこの農産物が黒い黒海から、はい、出港して、そして世界の市場に出ていくというものが、ロシアが今止めてるわけで、世界中のこの穀物価格に大きな影響を与える、まさにこの食料、はい、安全保障という問題になっているということだと思うんですね。で、これを打開するために7月にロシアとトルコでだいぶ交渉が続けられていて、はい、7月22日に、120日間有効という合意をしているんですけれども、要はこの農産物を乗せた貨物船が、はい、ロシア軍 から攻撃を受けないようにな形でその合意をして、あと今国会にはさまざまな機雷とかが浮かんでいるので、はい、でこれをちゃんと迂回して安全に航行しないと商業船は通れないわけですから、それを例えばウクライナの艦艇とかがしっかりとこう護衛っていうか、その導きながら行くみたいな、はい、こういうことをロシアは邪魔をしないと。でこのあたりが結構すごい大事なポイントだということになるんですよね。でこれをしっかりと履行させて、ちゃんとその安全を保つんですねということを確認し合うというのが、非常に重要なので、トルコにお願いしますという、その世界中の目線が今集まっているということだと思いますね。そのあたりでね、積み出し そのオデーサの港に対して、署名したと思ったらロシア軍が攻撃したりなんかして、本当にこれ履行できるのかっていうのが今注目されてますもんね。そうですね、一つ一つのこの安全が脅かされる事態が起こると、はい、やはりその、民間商用船っていうのはもうどうしようもないわけですから、ロシア軍の各部隊とその、まさに、合意を履行する条件というものが各部隊に徹底されてないと安全が確保できないということなので、はい、これを確認をするという意味も非常に込められていると思いますね。でこの食料安全保障という話がありましたが、この穀物価格の高騰は中東であるとか、あるいはアフリカの国々などはそれこそ政情不安まで引き起こすんじゃないかということが言われてますよね。その通りです。ウクライナ産の小麦はやっぱり非常に大きなシェアを占めていて、小麦ほかその他の穀物ですよね、はい、それらのその輸入に依存している国々にとっては、何とかしてこの海上のサプライチェーンというものを維持してほしいというふうに願っていて、それがロシアとトルコの交渉に委ねられているというふうに見ると、結構ここは大事なポイントになりそうですよね。で他方そのロシア側がウクライナ、国内で占領したところなどから収奪した穀物を、産地を偽るような形で出そうとして、で、エジプトあたりでこう拒否されたりなんていうのがニュースになったりしてますけど、このあたり その安全性というか正当性みたいなものってどう確保していったらいいんですか。いや、どこまでその原産地とその輸出形態について証明ができるかということで、トルコは当然それを検査をして、はい、そのボスポラス海峡から外に出していくみたいなことができる、わけなので、その検査体制というものが敵対的にならないような範囲で、安全に履行できるかみたいなことは、そのどこで作られた小麦が、どういう市場に出ていくのかっていうトレーシングという視点からも非常に重要だというふうに思いますね。でこれ、トルコのね、この独特の立ち位置っていうのがまた注目されるところですけれども、やっぱこの辺そのボスポラス海峡持ってるとか結構大きいんですね。そうですね、トルコはまず第一に確認しなきゃいけないのは NATO 加盟国で、西側の一員として NATO の軍事戦略を支える国であるということなんですね、はい、でその NATO 加盟国であるにもかかわらず、最近は、S-400 という、はい、地対空ミサイル、かなり高性能のものをロシアから輸入をしていたり、はい、あるいはそのロシアとの その関係で、自らのそのクルド
度の問題とか、トルコのその地政学的な環境というのをロシアとの協力によって有利にしようという、こういう外交さえ、まあ、見せているというところを見ると、うん、トルコっていろんなところに顔を利かせながら、はい、安全保障を推進している国という点で、あの非常に興味深いですよね。これあの地域、あそこの地域で、まあ、地域覇権国的になろうとしているってことはあるんですかね。あのもちろんトルコはなんていうんですか、ヨーロッパとアラブ世界の結節点のような場所にいるという環境を最大限利用としようとしているということだと思います。でもトルコの周りにも実はあのなんていうんですか、例えばコーカサスとか、はい、あとはそのシリアとかですね、非常にこう不安定な地域があるという安全保障上の懸念も非常に強いということだと思います。でその NATO に加盟しているからといって、そのようなローカルな、はい、地域的なこの紛争要因に全て NATO が対応できるということではないので、トルコの言い分としてはそれらの安全保障を担保するためにも柔軟な外交を保たなきゃいけないということなんですね。言い忘れましたけれども、はい、ウクライナにもバイラクタルを売ってるわけですから。ああ、無人機を。そうですよ、はい、あのもちろんトルコはそれはトルコ政府ではなくて民間企業がって言ってるんですけど、そんな理由、そんなね、あの説明は通用するわけないので、はい、そこをあのなんていうんですかね、非常にこの多角外交という点で言うと、本当に奥底深いまあ、態度を取ってるなと思いますよね。何枚字とあるんだみたいな話だし、ね、そのロシアのミサイルシステムを入れたがためにアメリカからの最新鋭の戦闘機が入ってこないみたいなことまで起こってますもんね、 NATO 加盟国にも関わらず。そうですね、あのアメリカ議会はトルコに関しては極めて厳しい姿勢を取って、はい、やはりその態度強硬路線というのでトルコを同じ目線として扱ってで、同じ目線になってほしいと強く願ってるわけですけれども、まあ、トルコも様々な言い分があって、やはり NATO に全てを依存して、トルコの安全保障というものが成り立つものではないということなので、しかも非常に強い交渉力で、NATO の中で、活動していて、例えば、今回のスウェーデンとフィリピンの NATO 加盟問題に、はい、フィンランドですね、失礼しました。フィンランドの加盟問題についても、まあ、トルコはもう取れるものを全部取ってですね、でそして認めさせたというこういう経緯もあるということですね。クルド支援してるようなやつらは NATO には入れさせねえよ俺はみたいな感じでギリギリまでやりましたもんね。そうですね、だから北欧諸国は当然この民主主義とか人権に対する強い立場を示すということが大事なんですけれども、はい、だけれども NATO 加盟という戦略的な目的のためにはある程度妥協せざるを得ないと。でそれを導き出したのが、まあ、トルコだっていうことですよね。この構成力とかその辺っていうのはやっぱ日本としてもこう見るべきというか学ぶべきところがありますか。まあ、トルコがモデルになるかというとなかなか難しくて、やはりトルコ自身はガバナンスの問題とか、はい、人権の問題を抱えている国なのでなかなかこの、そういうところを参考にしようというふうにはならないと思うんですけど、まあ、ただ同盟国の中で一体どのようなレバレッジって言いますか、テコを持ってアメリカやその他の同盟国と付き合っていくかという点において、そのしたたかな外交でここまでできるんだっていうことは参考になることはあるんじゃないかなと思いますね。ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領今日にも会談へというところスクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。